ニュースピックアップです今週は佐賀市にオープンした認知症の人やその家族の人たちの憩いの場カフェオレンジについてお伝えします取材に当たった村上大輔記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますカフェオレンジは佐賀市河野東にある佐賀県介護実習普及センターバリアフリーモデル住宅内にあります 認知症の人と家族の会佐賀県支部が楽しみながら社会とつながる場を提供しようと企画しました作業療法士やケアマネージャーなど医療介護の現場で働く専門家が運営をサポートしていますオープン初日は主に認知症の人の家族が集まりましたここではどんな会話があったんですか はいえー、認知症治療に関する情報交換から趣味の話まで幅広い話題で、えー、盛り上がりました。例えばあ認知症の薬で効果があったのは何ですかとかですね、えー。旅行に行ってみたいけどどこがいいですかとか、まあそんな話です。皆さんお茶を飲みながらわきあいあいと侃談していらっしゃるんですね。あ、そうですね。あの認知症というと少しまあ、暗いイメージもどうしてもあるんですけども、まあ、ここでは皆さんこうリラックスした感じがとても印象的でした。 佐賀市内に住む92歳の男性は次のように話してくれましたこの頃からね今認知症ということでねいろいろどういうふうな状態になった時かとかそれをどういうふうにして指導されるかというようなことを聞きに来たんですよねところが認知症と物忘れとは違うということで少々 安心したわけなんですけどね。もうそういうことで。それで。向こうもね。昔のことをね。ずーっと時代劇のことを話し合えると盛り上がってですね。本当に20年ぐらい若くなりました。<laughs> 今後どんな雰囲気のカフェににしてていいいきたいとういうふうに思ってますか。もう楽しいの一言ですよね。やはりここに来てまあいろいろ悩みも悩あの話しますし泣きもするし笑いもするやっぱりそういうカフェにしていきたいですね思いっきり話して思いっきり泣いてそしてやっぱりあの、まあ、出直しして考えていけるそういうカフェにしたいなと思うんですね。 認知症の人とその家族の憩いの場カフェオレンジは毎月第3日曜日に開かれます時間は午前10時から午後3時まで参加費はお茶と貸し代込みで200円となっています問い合わせは佐賀県在宅生活サポートセンター電話0952-31-8655です 今回村上さん自身取材されてどのような印象を受けましたか、はい、あの介護医療のプロの方が市民になって相談に応じられておりました悩みを一人で抱え込まず、まあ、気軽に話し合う場がもっともっとあればですね介護の心の負担を社会全体で軽減できるんだなというふうに思いましたそうですよね今週は佐賀市にオープンした認知症の人とその家族の憩いの場についてお伝えしました